皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、また超久しぶりなんですけども、ジャンクいじりになります。はい。で、今年入ってからジャンクいじりっていうと、春のあたりになんかカプセラとかいうおもちゃをちょっといじったくらいかなと思うんですけれども、ネタだけはですね、ジャンクいじりのネタだけは常日頃こう探していて、チャンスがあったら買ってるんですけど、いつもこうねやってる化石の発掘の動画と違って、動作確認だったり、直したりっていうのをやんなきゃいけないこともあるので、ちょっとね取っ手出しのこう編集が難しいんで、どうしてもね、後に回しちゃう感じになって、全然ね、動画が出せてなかったんですけれども、今回はですね、こちらになります。はい、はい、こちらですね。はい、見た目これ、ラジカセかなという感じがするんですけども、リサイクルショップでこれ、本体だけポンってこう売られてて、これだけ見るとやっぱりラジカセなんですけど、どこにこれディスクとか入れとかあるのかなって思うと、この本体の上なんですよね、ここに。はい、ここにちょっとこれ、四角いこうなんかありますけども、ここがですねこうパカッと開くんですよ。はい、でパッとこう開いて気づいたのが、ここにですね、これね、画面なんです。7インチの液晶の画面がついてるんですけども、ここにですね、はい、DVD と、はい、ロゴが入ってるんで、これDVD プレイヤー付きの、これカセットはついてない、ラジカセではなくて、いわゆる DVDラジオです。ラジオがついてるんで、はい。DVD の再生できるラジオということなんですけれども、はい。で、これが、製品名、はい。ウィンテックの、DVR-D720 という製品で、ちょっと詳細はよくわかんなかったんですが、検索してみると、2012年頃に発売されたものであるというものらしいんですけど、ただネットで探すと、全く本当に同姓同名というか、同じこうね、型番のドラレコが引っかかっちゃうんですけども、その、下の方になんかこうね、控えめにこう、検索結果に出てきたんですけども、これが2012年頃の発売のものらしいんですけれどもね、これ、なんつうか、汚ねえなっていう感じですね、本当に。だいぶこう使用感のあるものになってますけど、これ、機能的なものを、ご紹介しますと、メインは DVD プレイヤー、CD も再生できると思うんですけども、それから、この本体の上のところにですね、はい、こちら側に、ラジオの、チューニングのダイヤルと、こちら側が、音量の、はいですね、ボリュームのつまみで、本体のこの上のところに、各種の操作のスイッチがあります。で、ここ、イヤホンとマイクなんですけど、なぜかここにこのセロハンテープが貼ってあって、させないようになってるんですけど、もしかしてこれどっかのお店の店先で、映像を流したりしてて、いたずらされないところにテープ貼ったりしてたのかなっていう、妄想が浮かびますけども、はい。何はともあれ、これ、ちゃんと動くかどうかっていうのをね、調べてみたいところなんですけど、そのジャンクの理由がですね、ここに貼ってありますけども、ジャンク本体のみ、ディスク読み込まないということで、当然このディスクの DVD と CD のが、機能がメインなんでしょうけども、このディスクは読まないぞということで、じゃあそれちょっと一旦置いといて、じゃあラジオがちゃんと聞けるかっていうのをね、テストしたいと思います。はい。これに、電源コードをつなぐと、はい。これ、通電はしてますね。はい。この本体のですね、こちら側の後ろに、本体の電源スイッチと、各その機能の切り替えのスイッチがあって、で、こっち側の後ろには、
ラジオの、バンドの切り替えですね。FM、ステレオ、FM、AM と切り替えがあります。はい。で、まあ、本体の後ろ側にはですね、3色の、AV ケーブルの端子がありまして、まあ、多分これ外部出力で、まあ、テレビとかにもね、映像が出せるんじゃないかという感じですね。はい。で、まあ、あとはこの普通に FM のアンテナがあります。はい。じゃあ、まずラジオをちょっと鳴らしてみましょうか。じゃあ、ラジオに切り替えます。はい。で、バンドを AM にして、で、ちょっと音出します。答えてみましょう。まあ、ダンケ、ゼアグルキ、オンティアと聞かれたら、皆さんは、多分これ NHK FM ですよね。と返してくださいね。じゃあ、FM の方はというと、今言われてる伝統的な書道もやりつつ、まあ、挑戦しつつっていう感じで、まあ、反復横跳びしていきたいですね。意外とマミさんの、はい、というわけでラジオは全然大丈夫ですね、はい、これは AM も FM もちゃんと電波を拾ってます。はい、はい、じゃあとりあえず CD も聞いてみましょうか。じゃあ切り替えを、まあ、DVD の機能にすると、まあ、CD も聞けると思うんですけど、はい、ウィンテック DVD ビデオと、はい、画面が出てます。読み込み中が出て、まあ、当然ディスクは入ってませんので、まあ、要はディスクなしって出ますけど、じゃあここのドライブに、まあ、なぜかあった、小田裕二さんの、アルバムですね、これね、95年のアルバムで、まあ、ちょっとあの著作権のある音なんで、ちょっと音は出せませんけど、一応ね、あの再生してみてディスクを読むかどうかっていうのをチェックしてみたいと思います。はい、ディスクを入れて、ディスクは回転してます。というわけで CD は鳴ってますね。ちゃんとディスクも読み込んで、この CD の再生画面ですね、はい、それが出てますから、これディスク読まないっていうのはあれっていう感じがしますけど、これはどうなんでしょうね、ラッキーなのかなっていう機会ですけど、はい、これを、まあ、CD がちゃんと最後のトラックまで読めるかっていうのをチェックします。はい、というわけで CD の再生は、全然大丈夫ですね。あの、まあ、これ10トラック入ってるアルバムですけど、まあ、ちょっと、この、8曲目、9曲目あたりでちょっとね、読み込みにちょっともたついた感じはありますけど、まあ、ちゃんと再生はできてますんで、全然問題ないかなと思いますね。はい。じゃあですね、メインイベントでございますけども、まあ、DVD の再生をちょっとテストするにあたっては、まあ、せっかく小田裕二さんのアルバムを使ったので、こちらをやってみたいと思います。はい、こちらですね、はい、踊る大捜査線 The Movie 2の DVD をちょっと再生してみようかなと思います。まあ、映像と音もちょっとね、やっぱり出せないんですけども、まあ再生テストだけちょっとねやってみたいと思います。読み込みが始まりまして、はい、これ再生できてますよね、間違いなくね。はい、
じゃあちょっと本編再生してみましょう。まあ、全然読まないってことはなくて、ちゃんと映像が出てますし、そのカクついたりもね、してないんで、まあ大丈夫かなとは思うんですけど、まあ、チャプターをね、ちょっと飛ばしたりしてみて、どうなるかっていうのをね、見てみたいと思います。次のチャプターに、はい、というわけで、機能的には全く問題ないような感じがするんですけども、まあちょっと CD で読み込みがもたついたってこともあるので、まあ DVD もこれチャプター飛ばしたりした時にね、ちょっともたつきがあるのかなと思ったんですけど、まあ全然、これ見た感じは問題なさそうですね。はい、はい、というわけですね、こういうふうにですね、外部出力もこう全然問題なくできてますんで、まあこの、DVD ラジオ基本、まあ、機能的にはね全然、問題ないなっていう感じがするんですけど、まあちょっとディスクの回転する音というか、まあ読み込み音がちょっとうるさいかなっていう感じはしますけども、まあその他はね全然、機能的には問題ないんじゃないかなという感じがしますので、まあ今回はねこのお得なジャンクだったんじゃないかなと思うんですけども、これをですね、まあせっかくなんで、まあ、ちょっとね、こいつまあ本体がだいぶ汚いんで、まあ本体の、まあ、清掃をしつつですね、でこの本体にちょっとで、また前回のようなデコレーションをちょっとやってみようかなと思うんですけれども、まあ10月ということもありますので、まあちょっとハロウィンにまつわるね、まあちょっと飾り付けなんかをね、こうやってみたいなっていうのがあったんですけど、まあ自分の頭の中に浮かんでるデザインっていうのが、まあこんな感じにしたいかなっていうのが、まああるんですけども、まあ一応それに向けてちょっと、いろいろまあ準備を始めてるところなんですけれども、まあ、そのデコレーションですね、また完成したらちょっとねお見せできればなと思います。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。